大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。毎度、今回は重曹にやってきました。重3と書いて重曹。普通は読まれへんけど知名度高いので割と読める人多いっすよね。そんな重曹へのアクセスは阪急電車のみ。他京橋とかやったら JR 京阪地下鉄とか、鶴橋やったら JR 近鉄地下鉄とかあるんですけど、重曹は阪急が独占しております。重曹が発祥のお店3つ紹介します。まずはネギ焼き山本。ネギ焼きって自分の子供へのまかないやったんです。続きまして喜んででおなじみの頑固寿司。頑固な職人さんがおってっていうことで、頑固ではなくて、お寿司のネタの仕入れって季節によって違うやないですか。だけどもういつでも同じ値段で食べれるっていうのを日本で初めてやったのがこの頑固です。で、そんなん儲からへんからやめとけってみんな言うてたのに、頑固に統一価格を始めた。だから頑固寿司だと言われています。知らんけど。で、もう一個が今日の後半にご紹介するんですけど、その前に今回は重曹7芸に映画を見に来ました。ここはね、ドキュメンタリーやインディーズを問わずにジャンルいろんな映画を上映している映画館です。今回は何を見に行ったかというと、話題のジャンクヘッドという映画を見に来ました。映画の内容は上に予告編を貼っておきますので、ご覧ください。よう、こんなんコマ送りで作らはったなっていう、もうほんま感動しましたけど、実はね、行ってびっくりしたのが、これ3部作らしいんですよね。だから今後2部3部あるらしいんですけど、3部上映するまでにメタボのおっさん生きてんのかな、なんか心配になってきました。小腹も空いてきたので、ネギ焼きでも食べようかって相方と言ってたんですけど、ちょっと今日はネギ焼きって気分じゃないので、家で食べることにして、今映ってるキアスさんのみたらし団子を買って帰ろうかと立ち寄りました。キアスさんはお団子界のモスバーガー、その心は注文を受けてからお団子を焼いてくれます。キアスさんは戦後オープンした頃は酒まんじゅうが有名やったんですけど、女性の方にももっと食べてもらいたいとみたらし団子を作ったところ、そちらの方が有名になりました。ここの団子の特徴は、団子が丸いんではなくて俵型をしています。これは炙った時に表面に焦げ目がつきやすいからです。焼き方も、リクエストができて、ちょっと焦げ目多めにっていうと、甘いだけじゃない香ばしいみたらし団子を楽しむことができます。皆さんも、ぜひ、いろんな焼き具合を、注文して、好みの味を見つけてみてください。ほんで行列できてても、この注文した数だけ、注文受けてから焼かはるんですけどね、このね、キアスさんで気持ちいいのはね、このみんなテキパキしてるんですよ。この今、ちょっとごめんなさい、見えへんけど、この箱にビニールでタレの受けを作ってはるんですけど、で、こう、タレつけて、こう、のせる。このね、もう、なんていうんかな、京都の西京極のロンドン焼き以上のね、もう、こう、正確さというか、これ人がやってるんですよ、これ人。すごいなと思う。で、またこの包むスピード、ここもね、ちょっと、皆さんに実際見て感動していただくために、あえて映してませんけど、っていうか、映してなかっただけなんですけど、ほんま何しとんやろな。実際にご自身の目で見てください。で、キアさん、重曹の駅の中にもあるんですよ。だから、わざわざ降りんでも、急に友達のとこ行かなあかんという時に、キアス持ってこうかなっていう時にね、重曹駅のホーム内で買えるので、便利です。キアさん、重曹以外に、どこで買えるかというと、大阪国際ターミナルビル、伊丹空港ですね。そこの北ターミナル2階、それと JR 新大阪駅3階の駅マルシェ新大阪、阪急池田駅改札東側、阪急重曹の先ほど紹介した駅構内で、梅田大丸、大阪高島屋、あと庄内、曽根崎、千里中央、近鉄、あべのハルカス、イオンモール、伊丹、JR 新大阪東店、JR 新大阪西店は、新大阪むっちゃあるやん、出張帰りの人が買うのかな。それと重曹の本店を含めた、以上のお店で購入することができます。画面はさっき買ってきよった、みたらし団子を、開けて食べるとこですけどね、買ってすぐまでね、あったかいからうまいんですけどね、まあその後、ちょっと時間を置いたらチンして食べてもね、十分美味しいんですよ、これ。
余ったやつみんなどうしてんのか知りたいな。めっちゃこのね餅食ってタレ余ったらほんのもったいないからね、この余ったタレねどないしてんのか、もし教えてくれる人おったら教えてください。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメントとよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた See you。